はい、どうもこんにちは、ラッチステーションです。今日はこちらのテーブル 7J に立ってヘタブロックの練習をしていきたいと思います。まず片方の糸は股下ぐらいまで短くして、あと二重巻きにして使ってます。今フープとかホップの感覚をとにかく手首のタイミングとかをつかみたいな。スリープさせる系の技は今まだ練習してないので、二重巻きでスリープしないセッティングでも全然大丈夫です。ダブルループはだんだん太くなっていく気がします。通年級は地道に練習していくしかないので、毎日やっていこうと思います。はい、やっぱり今のところ左手の方がちょっと感覚としてループが続かない感じかなっていう、微調整が効かない感じかなっていうふうに思うので、片手間にいろいろやるときなんかは、左手でループとかポップとかしながら、ね、っていう、習慣をつけようと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ラッチステーションでした。